これ何ご飯これ。朝ご飯。あ、え、昼もあるってこと？え、これこんなんじゃ足りないよ。どういうこと？このあと1時間後ぐらいに食べないともう無理よ。うんうんうん。じゃあいただきます。待って、え、何ツナマヨを2つも買ってんの？何が？同じやつ2つも買ってん。いや、49円だったのがいいんだよ。安い。安いよね。で、いただきます。お腹すいた。これは熱い。鮭弁じゃないわ、サバ弁。うんうん、いただきます。うん、うん、あー、こういう系ね。え、俺もちょっとちょうだい。なんか担々なんとかみたいなやつなんだけど。うんうんうん、こういう系か。あ、うまっ、サバうまっ。うん、いやー、食べる。うん、ちょっと欲しい。食べる。うん、うん、うまっ。ね、こう、うん、甘い。うん、うん、うん。あ、こういう系ね。うまい、うまい、うまい。こういう系ねって、これは知ってんでしょ。うん、あ、うめえ。うまい。あ、うま。うん。いや、声カレカレーい。ね、昨日飲みすぎたね。ね、飲んだね。うん。そんな飲んでもないか。飲んだ。飲んだよ。ほんと？いや、3軒行ったよ。あー、いや、でもさ、全然じゃない？いや、別に生きてるわけじゃねえんだけど。生きてんね。あー、美味しい。昨日、なんか酔っ払って、うん、その近くのコンビニで、なんか、いらないっつってんのに買わされてさ、ご飯があれば、うん、もう、すぐできますよ、みたいな。うん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 。いらないっつってんのになんか買わされてさ、で、結局昨日食えなくてさ、うん、で、今食ってるけど、まあいいじゃん、別にそれで。朝ごはんなってるから。いらないっつったんだよ。うん。で、いらないって言ってる張本人が食ってるからね。だって食べないと、でも美味しかったからよかった。よかった。うん。うん、ツナマヨが美味しい、好き。ツナマヨ美味しいよね。うん、俺は高菜。うん、始まったよ、始まったよ、もちまるの。カミカミしてる。あんたこっち行って、うん、ここになさい。うんうんうん。もう向こう行きって。うん、うん、じゃないのよ。遊んどいて、ここで。寂しいね、もちまるちゃん。寂しくないよ、この空間にいいんだから。あれだから、自己中堅八甲だから。自己中堅もち子ね、うん、それが可愛いね。なんか最近、うん、美味しいご飯屋さんがあって、めちゃくちゃ安くて、うん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 、あそこね、めっちゃ、そう、なんか大盛りで、なんか男が行く定食屋。うんうん。で、なんかそこで、うん、まあ、最近ご飯食べてんだけど、うん、よく行くね。店員さんが実は YouTube 見てますとか言ってうん、うん、えぇ、ー、みたいな。えー、いや、見てる人いんのって思ってさ、恐竜チャンネル見てる人いんのとか思ってさ。しかもさ、見てさ、うん、元気もらってますとか言ってくれた。うまくね。嬉しい。いや、嬉しいしさ、うん、いや、なんか、久々そういうの。ね、そうね、うん。久しぶりに言われたよね。いや、見てる人いんだって思ってさ。あれ、いるでしょ。いや、わかんない。どうやって見つけんのだって。どうやって見つけた確かにね。うん、昔から見てくれてる感じだったのかな。どうなんだろうね。すごく聞かれなかったね。なんかその人のいいところは、うん、なんか帰り際に言ってくれたの。うんうんうん。あれさ、それってさ、食べる前とかに言うとさ、うん、ちょっと食べづらかったりするじゃん。うんうん。そうね。え、ちょっと見て。気使っちゃうよね。あるじゃん。でもさ、うん、最後帰り際とかに言ってくれたのが、うん、わー、すごいしっかりしてるなーって思ったね。うんうんうん。うん、向こうもね、気使ってくれたんだろうね。うんうんうん。ってなるとさ、なんか、粗相してないかなーとかさ。うん。あるよね。うん。なんか変なこと言ってないかなーとかさ。うんうん。思うよね。うん。多分ね、言ってないと思う。言ってない。大丈夫だったと思う。まあ、最高だよ。うん。最近ね、もちまるちゃん。あ、もちまるね。うん。アレルギーがね、食べ物アレルギーがあることが発覚したんだよ。あと、花粉症もあるよ。びっくりだね。花粉も、ね。花粉症もあったのよ。うちらと一緒、花粉症は。うん。食べ物アレルギーがすごくあって。結構いろんな食べ物でね、
一番ひどいのがジャガイモだったね。もうそれから大変よ。ご飯。いや、ほんと。なんかドッグフードのやつとかも、うん、なんか例えばさ、チキンとかは入ってるけど、あ、入ってないけど、チキンエキスとかもさ、うんうん、あ、そうね、うんうん。それもダメだったりするの。うんうんうん、で、魚もダメだし、卵もダメだし、うん、肉も限られるしさ、うんうんうん、いや、ほぼないの。食べれるドッグフードが。いや、困ったなとか思いつつ。やっと見つけたよね、大丈夫そうなやつね。そう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 。でもね、それなりにいいお値段するっぽいからね。うん。俺らのご飯より高くなる。うん。まあでもね、うん。長生きしてもらうためには。いや、もう二十歳ぐらいまで生きてほしいわ、もう。うんうん。マジで。ほんとに。もう生きさせるよ、ほんとに。成人式迎えてもらうわ、もう。そうしよう。うん。もともと定期でね、お願いしてたご飯を解約しないとだもんね。うん。で、そしたら解約金も取られるし、そうよ。でっかいさ。結構な金額取られるよね、解約金。うん。どうしよう。マジで。生きていけねえんだけど、どうする？まあでもしょうがない。だってさ、食べられないんだもん、しょうがないよ。もちまるも食えないけど、俺らも食えないよ。確かに。どうしよう。もうちゃん。遊んでほしいのよ。なんで？抱っこしたら抱っこ。うーじゃないのか。かわいい。俺だってうーって泣きたいわ。いいよ、泣いて。そうなんですよ。大変なんですけど。あんた。いやーもう困ったんだ。なんか顔カイカイしてるなってずっと思ってたんだよね。うんうん。病院にも相談してね。はい。ちょっと痒がってるっぽいんですよねっていう話でした。うん、なんか投げない、アレルギーかもしれないよねって言われてね、痒み止めいつももらって飲ませてたけど。まあでもさ、やってみてよかったよね。うん。わかったから、原因が。うん。何に反応してるのかが。そのアレルギー検査も、もう何万単位でいけるんですか。まあまあまあ、そう、毎回毎回。もうどうしよう。マジで。本当に。あんただけ高級犬になってってね。うん。うちらは質素な生活しようぜ。もちまるのために。もうちょっと、もう、もちまるはもちまるで自分のご飯代稼いでいただくんで。もちまる。はい。芸見せて。はい。じゃあ、行くよ。お手。はいはい。うーん。ここでいけるかな。伏せ。ああ、はい。できた、そんな不安定な場所で。いやいや、よしよし。行こう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 。いや、もう自分の。方ないのに。もう、だって餌代今までより2倍なんだから。もう稼いでもらわないと持ち丸。路上で持ち丸連れてさ、カンカン置いといたらさ、そんな地道なことする？施しくれるかな。わからんけど。餌代稼いでます。てか、やば、顔がパンパンすぎんだろ。そう？なんだこの髪型。まあいいわ。いや、しょうがないよ。だって昨日飲んだから。いや、すごい食欲。何が？もう、二つ目も食べようとしてんだよ。うん。もうルーがないんですけど。ああ。ああ、いいんじゃん、いいんじゃん。マリエ難しいよね。なんかそういうのってさ、ルーとさ、あ、そう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 。カレーとかもさ、カレーすぐなくなるじゃん。うん、わかる。てかさ、ナンとかさ、食べてる。だから、ナンってめちゃくちゃ、まあ、でかいじゃん。うん。でもさ、カレーこんな、うん。カレーがさ、こんな、ぐらいのさ、量しか入ってないからさ、うん、足りないみたいな。わかる。すごい少ないよね。うん。いい天気だね。出てきたね。なんかどっか行きたくなるね。なる。どっか行く？いいね。出かけようか。うん。せっかくだと。俺連休だから。ほんと。うん。なんでそんな嫌な顔すんの？いや、こんな家にいないで。いや、これ多分ね、その人が嫌いとかじゃなくて、多分世間の主婦とかは思って、主婦じゃないけど。うん。なんでそんなにいるのみたいな。なんか別にいいんだよ。いてもいいんだけどさ。いや、まあ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 。言うて逆もそうだからね。大体いるじゃん。そう？うん。だって、仕事もさ、うん、家でできるような仕事じゃん、パソコンじゃん。うん、大体、翔ちゃんの方こそマジで家にいるから。うんうんうん。海苔じゃん。海苔つけてんじゃん。ね、誰が可愛さアピールやねん。あっこにお任せ。もうやめて。マイク、もう、皮残しちゃうの？今回はね。え？いつも食ってっけ？いつも食べてるよ。いつも食べてるか。うん。ああ、その時による。その時の気分による。なんか今回のこの皮はちょっと固めだった。へぇー。俺、エビフライは尻尾まで食べる派。わかる。俺もそうよ。うん。食べない理由ないもんだって。美味しいよね。うん。カリカリしてね。でもなんかさ、お疲れ様でした。
そういうのもさ、うんうんうん、なんかゴキブリの尻尾となんか同じ成分とかさ、あーなんかね言うよね。そんなんさ教えないでよって思う。その情報いらないよね。逆に言えばゴキブリ食えるってことかしら。いやそれはまた別問題じゃん。違うか、うん、なんでエビカニは全然抵抗なく食べれるのにさ、昆虫ってなるとさあんなに抵抗感が出ちゃうんだろうね。そうなんだろうね。俺はいけるけどね。あのイナゴとか、うん、ハチノコとか、うん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 、た全然。カブトムシとか、ああ、俺も無理です。イナゴの時点でもちょっともう食べるかな。多分ハチノ、うん、ハチノコとかマジで無理。ハチノコね。うん。何ですか？あ、今多分ゲーム見せてくれてるんですよ。あの、フクロウの真似っていう。あー、そうなの？そうそうそう、ちょっとサービス精神旺盛なんで、持ち丸さん。ね。ポジティブ？うん。わ、めっちゃ晴れてきた。暑そう、今日も。あれ言って。うん。ハッピーラッキーなにゃ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 。それ面白いの？いや、翔ちゃんスムーズに言えるじゃん。あれ難しくない？ハッピーラッキーラブスマイルピースドリーム。もうちょっと、アンミカ目ね、テンション高く言って。もういい、だから、そんなんだからできないから、もう、もういいって。チェジュ。もういいって、もう、通用しないよ。知らないよ。誰が知ってんの？みんな知ってんじゃない？みんな知ってんのかよ。みんな知ってるでしょ。よかった。